3レース1予選1、1着になりました。本幕の伊藤選手です。1着おめでとうございます。ありがとうございます。本日、小岩選手の連携でそれで3番手からなりましたけども、作戦はどういった作戦だったでしょうか？まあ道中もずっと作戦通りだったんですけど、ちょっとジャンのところで慎太郎さんと森田さん行かれたんで、ちょっとそこだけが失敗だったと思います。例えば後ろのところで追い上げるような形がありましたけども、この辺というのはどういった動きだったんでしょうか？そうですね、慎太郎さんも前にいたんで、前が動く前に自分が動いて、森田さんの前まで届けばいいかなと思って仕掛けてました。で、最終ホームのところでまくりに行ったと思いますけども、その時の感触っていうのはどうでしょうか？そうですね、ちょっと出が悪くて止まるかなと思ったんですけど、2角でしっかりまだ踏み直して伸びたんで良かったと思います。今日一走してみてご自身の感覚っていうのはどうですか？そうですね、悪くはないかなと思います。気温とかっていうのは気になったりしますかね？そうですね、暑くは感じるんで、しっかり暑さ対策して頑張りたいと思います。レップで落車もあって最近ちょっと成績が振るってなかったと思いますけど、何かここに向けて取り組んだりはありますでしょうか？そうですね、前回と練習メニューを変えてたんで、それは調子悪くなった原因だったと思ったので、また元の練習戻して良くなったかなと思います。わかりました。では、この後に向けて意気込みをまたお願いします。明日も1着でこれを頑張ります。よろしくお願いします。